はい、こんにちは。長野インターネット補足と申します。今、長野県は長野市に来ておりますけども、今、映画の上映が終わりました。そこの、今日はトークショーということで、2人の方が来ていただきましたけど、自己紹介お願いします。今日はですね、浜のドンという映画を今、長野アイオイザのロキシーで、はい、やらせていただいてるんですけれども、監督を務めさせていただきました松原と申します。松原さん、はい、そして今日はトークに来ました、辰野から来ました、映画を作っている鎌中です。ちょっと見どころを監督から一言、はい、ありがとうございます。これはですね、浜のドンっていう横浜の港の元締め親分ですよね。この人が、2年前に火事の阻止で戦った、その、行動を撮った映画なんですね。で、横浜市民と力を合わせて国策を変えたっていう、市民の手で政治を変えられることを皆様にお伝えしたくて作りました。まあ、今映画を見させていただきましたけども、はい、最後、まあ、ハッピーエンドで終わったっていうところではすごく良かったと思うんですけども、はい、その点はどうでしょうか。これはですね、全くそのシナリオがない中で撮ったので、まあ、どうなるのか分からなかったんですね。でもその、まあ、もしかしたら、まあ、負ける可能性も十分あったんですけれども、うん、でもその最後の最後までその保守で自民党にいた人が火事の反対っていうことを言って、うん、でさらに市民と一緒になって戦って、うん、市民の運動量も大きかったんですね、はい、でそういう中で最後勝つことができた。で勝つだけじゃなくて、国の政策まで変えてしまったと、そういう映画です。なるほど。菅が降りるきっかけにもなったし、あ、そうですね、性格のきっかけにもなりましたよね。そう、そういうことなんですね。そうなんですね。だからせっかく長野市で上映しているので、はい、この素晴らしい作品なのでぜひ見ていただきたいと思います。私もコメントを書かせていただきましたけれども、まあ、民主主義が本当に機能する現場がそのままドキュメンタリーになっているので、どちらかというとその長野県は市民活動すごく盛んなんだけれども、本当に政策を変えたいとかもっとより良い地域にしたいと思っている方たちにとっては学びがすごく多い作品だと思いますので、皆さん誘い合わせてぜひ浜のドン見に来てくださいね。はい、はい、ということでした。ありがとうございました。ぜひ来てください。ありがとうございました。